渾身は2007年8月に集英社から出版された川上健一の小説。結婚式をドタキャンして島を逃げるように飛び出した英名は妻のマリと島に戻ることを決意。閉鎖的な島社会の中で子供も生まれたが、マリの病死を経て周りの人の温かさに支えられ、マリの親友であったタミ子と再婚する。 少しでも皆に認められたいと古典相撲をはじめ、20年に一度の戦宮相撲の最高位である、肖像王関に推挙されるまでになる。夜を徹して島中の人が見守る中で行われる300番にも及ぶ取り組みの最後に、英明は地区の名誉や家族の思いを背負って土俵に上がる。沖古典相撲は沖の島に伝わる相撲の原点と言われる相撲。沖は、 相撲が盛んな土地で、島を挙げての祝い事に夜を徹しての相撲大会が行われる。その最上位に位置づけられるのが、出雲大社に次ぐ格式を誇る水若す神社で20年に一度開催される千宮相撲であり、三重の土俵で取られ、勝負のしこりを残さないように一生一杯の引き分けで終わることに特徴がある。千宮相撲は神社のある五家区が座元、 他の地区が宿り着方となっての対抗戦で、古式にのっとって最高位は、肖像大関となり、一生に一度のチャンスを誰もが望む、最も名誉ある最高位である。渾身渾身のタイトルで、西木織り吉成監督、脚本、伊藤歩美、青柳翔の主演で小説を原作に映画化され、2013年1月5日に、鳥取県及び島根県にて、先行公開。 同年1月12日に全国公開された。家族の絆や地域の熱い思いを通して日本の心を描いた感動作品に仕上げられている。第36回モントリオール世界映画祭正式招待作品。第25回東京国際映画祭特別招待作品。制作費約5億2000万円に対し、 最終工業収入は1億7610万円。映画を制作した出雲ピクチャーズが2015年5月7日、配給元の松竹に約4億5000万円の損害賠償を求め、松江地裁に提訴した。東京地裁の森脇広人裁判長は、工業収入や観客動員数に関して法的拘束力のある合意があったとは言えない、松竹が 契約前に上映期間を短くする可能性を伝えていたとも指摘し、2018年4月12日請求を棄却した。就営者、青春と読書2005年7月号から2006年11月号まで16回に分けて連載され、その後2007年に単行本化、2010年4月に文庫化された。2013年日本映画、外国映画業界総決算。 キネマ巡報第百6 5 6号キネマ巡報社2014年198ページありがとうございます。